カトリーヌ・ドブルボン、ニコラ・ケネルが、カトリーヌの紋章、カトリーヌ・ドブルボンは、フランス王アンリ4世の妹。アルブレ女皇、アルマニャック女白及びペリゴール女白。兄に代わって、ナバラ王国摂政を務めた。また、ロレーヌ皇・シャルル3世の長男、アンリの最初の妻となった。ナバラ王夫妻であるアントワーヌ・ドブルボンと、ジャンヌ・ダルブレの間の末娘として生まれた。 高度な教育を受け、母の影響で確固たるユグノーシとなった。虚弱体質だったが、病気を患っていない時は、頻繁に行われていた母親の両国ナバラへの、視察旅行に随行している。1562年に3歳で父を、1572年6月9日に1 3歳で、母を亡くし、肉親は、ナバラ王位を継いだ兄に、アンリだけとなった。 1572年8月24日にサンバルテルミの虐殺が起きると、兄と共に強制的にカトリックに回収させられた。アンリが宮廷から逃亡すると、カトリーヌも宮廷を離れることを許され、兄弟はベアルンで合流した。1576年、ユグノーに再回収している。1577年、兄アンリによってナバラ王国摂政に任命され、 1592年まで、勤めた。カトリック同盟とのユグノー戦争の最中には、王国領を敵側に包囲される形となったが、兄の陣営と連絡を取り続けた。カトリーヌには、敵霊期になると、多くの演談が舞い込んだが、いずれも彼女が、ユグノー信仰に固執したため破断に終わった。まず王帝のアランソンコフランソワの求婚を断った。スペイン王フェリペにせい。 ロレーヌ公シャルル三世、サボヤ公、カルロエマヌエーレ一世との縁組も、それぞれ各国の宮廷で構想された。その後も、プロテスタント陣営に属するスコットランド王ジェームズ六世及び、アンハルトベルンブルク公、クリスティアン一世との縁談があったが、いずれも断った。1596年には分イエスジのモンパンシエ公、アンリの求婚を拒んだ。1585年、 カトリーヌはカトリック同盟との戦争準備のため、ナバラ領内で唯一の堅固な要塞施設のあるナバランクスに移った。1588年の春には兄が本拠とするポーに交流した。1589年、兄アンリがフランス王位を継承すると、カトリーヌはアルブレ女皇及びアルマニャック女白に助釈された。1587年頃、カトリーヌの元を 重廷のソワソンハクシャルルが訪れ、二人は、相思相愛となって密かに婚約した。1592年、ソワソンハクは再び、ポーを訪れ、今度こそカトリーヌを妻にしたい、ないし引き取りたいと申し出た。ところがアンリ4世は二人に、結婚の許可を与えず、逆に、ソワソンハクの中精神を疑って、1592年4月6日に、彼を、ポー城において逮捕させた。 アンリ四世は妹が自分に従順なのをいいことにカトリーヌの金を他人に貸したり彼女の送信具を借金の担保に入れたりした。かっこたるユグノーシントだったカトリーヌは兄が1593年にカトリックに回収する際には強く反対した。しかしカトリーヌは兄のカトリックシントの愛人ガブリエルデストレとは仲が良く。 アンリとガブリエルの結婚話に賛成していた一人でもあった。カトリーヌとガブリエルはフランス国内のユグノーの宗教的自由を保障した1598年のなんとの直霊発布を実現させるのに大きく貢献した。1594年、アンリ四世はカトリーヌをパリに呼び寄せた。アンリはロレーヌコシャルル三世と和解した際に、 カトリーヌとシャルル三世の長男アンリとの縁談を約束しており、それを実現させるためだった。婚約は1598年7月13日に成立した。問題は婚約者が熱心なカトリック信徒なのに対し、カトリーヌが元として改修に応じないことだった。カトリック教会では、信徒と異種派信徒の結婚には、教皇の特別な許可を必要とすると定めていたが、 教皇クレメンス8世は1598年12月29日、二人の結婚には絶対に許可を与えないと宣言した。これに腹を立てたアンリ4世はランス大司教を脅し付け、大司教に結婚の許可を出させた。これにより、二人の結婚式は1599年1月30日にサンジェルマンアンレイで執り行われた。カトリーヌの結婚生活は、 幸福なものとは言えず、また病気がちになっていった。アンリ4世は強行に、さらなる圧力をかけて、妹の結婚に許可を出させようとしたが、結局はカトリーヌをカトリックに回収させようと、方針転換した。カトリーヌは、国王の代理人として、彼女の元を訪れたジャック・ダビデュペロン・枢機卿教に、抗議し、兄の心変わりを非難した。1604年、 45歳の誕生日を迎えて間もなくカトリーヌは死去した。死の直後、教皇は彼女の結婚を追認している。夫は1606年にマルゲリータ・ゴンザーガを5歳に迎えた。ウィキメディア・コモンズにはキャサリン・デ・バーボンに関するメディアがあります。ありがとうございます。